集まったね。サイか。こいつ誰かに似てると思ってたけど、サスケに少し似ているような気が。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。てめえはいちいちムカつく言い方しやがるな、こら。別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ位置を狙っていこうとしているだけだから。くんにゃくんにゃ、やっぱてめえはダメだ。すっげえムカつくってばよ。おいおい、隊長を前にしていきなりそれはないだろう、ナルト。犯人は信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こんなやつ俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。てめえ。ふぅ、二人ともそこまでだよ。これ以上の言い争いはなしだ。でもこいつは。まったく、そんな調子じゃ今回の任務は成功しないよ。確かにこの班は即席の班で、互いのことを知り尽くしているわけじゃない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけないんだ。目的は4人とも同じなはずだよ。わかるだろ。はい。さあ、それじゃ天地橋に向けて出発だ。みんな仲良くね。みんなちょっといいかな。目的地に到着する前に一つやっておきたいことがあるんだけど。やっておきたいこと？前にも言った通り、今回の班は結成して間もない上に互いをあまり知らない。だからここは実力を確認するために一つ手合わせをやっておこうと思ってね。手合わせですか？これから二人一組のバディを組んでもらってチームプレーでの模擬戦を行う。チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの二つ。ゲッ！よろしく。この手合わせを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成否に関わることだから、三人とも気を抜かないようにね。了解。よし、それじゃ始めるよ。
惜しかったね。げっ、ちくしょう。なるほどね。さっきので二人の実力がよくわかったよ。サエ、お前、仲間って言葉知ってっか？知ってますが、それが何か？てめえ、なんでもっと援護しなかった？お前の援護があれば。援護があれば、隊長を倒すことができましたが、それはどうでしょうね。あの時の君は、明らかに冷静さを欠いていた。そんな人に肩入れすれば、逆に僕にも危険が及ぶ。んだと？個人能力の低さを人のせいにしないでください。今回の失敗は君自身が招いた結果です。俺はお前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。さ、手合わせは終わりだ。そろそろ先に進もうか。あ、はい。そろそろ天地境か。よし、ここで休憩を取るよ。それじゃ自己紹介してもらおうか。名前と夢とか、まそんなのだ。名は内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望はある。一族の復興とある男を必ず殺すことだ。気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。え？僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時、僕は何も感じなかった。それどころか、一体どういう顔を作ればよいのか、それすらわからなかった。それじゃあ、まるで…そう、僕には感情ってものがないんだよ。サイ、ヤマト隊長、休憩はもういいだろ。ああ、そうだね。さあ、僕らも行きましょうか。サイ。何です？私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに殴ってやろうと何度も思った。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、サスケ君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。
あんたがどんな奴だろうと、サスケ君を救うためなら、あんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君に、優しいっていうのかな、こういうの。どうしてそんな感情が湧いてくるのか、僕にはわかりませんが。何やってんだよ、早く行こうぜ、さくらちゃん。天地教。さて、ここからが任務本番だ。みんな準備はいいかい？おっす。よし、それじゃあナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハ・サスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハ・サスケもいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら、僕は消されてしまう。分かった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル。その装束、懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな。これ以上は迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護を。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。ん？バカな、バレていたのか。最初からバレバレなんだよ。どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとで。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな。僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる小ネズミ3匹ここへ呼んだらどう。全てお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし。サスケを返せ。
返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。てめえ、サスケ君のことが知りたいなら力できればだけど。持ち上がれナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、あんた、オロチマル様はナルト君と遊びたがっているんだ。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。あの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというのが正しいね。じゃない。少し遊んであげるわ。サスケを返しやがれ。その程度、私のサスケ君以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。このまま沈みなさい。
やばいわ。遊びはここまで。我慢よ。私にはサスケくんがいる。Thank you.
まさか。どうやら決着がついたようだね。え？早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト！サクラ、カブトは後だ。今はナルトの元に向かうよ。どういうことです？どうやら最悪の展開になっているようだ。そろそろか。ナルトはこの先だな。急がなくては。どうした？サイがいないんです。どこにも。サイ、ついに動き出したか。だけど今はそれどころじゃない。これは？予想通りで、キュービの封印が解けかかってる。ナルト！あんた、一体どうしちゃったのよ！サクラ、慌てるな。でも、ナルトが！大丈夫だ。こういう時のために僕がいる。え？僕ならナルトを元通りにできるってことさ。ヤマト隊長が？とにかくナルトを抑えないと。援護を頼む。はい。動きが止まった。よし、今だ。火影式自順術、各案日程推進。
なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとか九尾のチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は微獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は、今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あの、サイのことなんですけど。サイのことはもうわかってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ます頃。ナルト！あれ、さくらちゃん？俺ってば、なんで？よかった、本当に。ご無事なようで何よりです。なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？一度、アジトに戻るわ。ん？私に何か用かし。君は、ナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示により、あなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えば、その話、何を根拠に信じればいい？それは、おかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ。信じてあげましょう。どうも。私と交渉したいとか言ってたわ。はい。ここで話もなんだから、アジトで聞くことにするわ。やはりね。ね、サイが。ああ。前々からサイの行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身体を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ一体何考えてんだってばよ。見張っている限り、サイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあなんで？これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。そしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよ。おそらく第二の木の葉崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。僕たちもすぐに彼らを追うよ。おっ！